ドバリエール24ポンド法、裏にへ。1745年に、ジャンマリッツが製造ドバリエールシステムの大砲は、ジャンマリッツが開発した方法を採用し、鋳造後に方針をドリルでくり抜いて砲空を作成した。フロランジャンドバリエールが開発した方式から、大幅に大砲の鋳造方法を改良した。また、ドバリエールシステムを開発し、これが、 グリボーバルシステムが導入されるまでフランスの砲兵の基本システムとなった。ド・バリエール24ポンド砲ホテルでザンバリッドフランス陸軍では多数の種類の大砲が使用されていたが、ド・バリエールは大砲のサイズを標準化し、直射砲としては24ポンド砲16ポンド砲12ポンド砲8ポンド砲および4ポンド砲9砲としては12インチ及び8インチ、 および15インチの投石球砲のみの製造を認めた。ここで言うポンドはフレンチポンドであるため英国の12ポンド砲よりはより重い砲弾を使用した。インチもフレンチインチとやや長い。ドバリエールシステムでは当時ジャン・マリッツが開発した制動性の鋳造された大砲の本体にドリルで砲空をくり抜く方法を採用した。この方法によって砲空は形状。 サイズと最寄り高い精度での作成可能になったため、発砲の際の効率が向上した。ドバリエール法は非常に装飾的で多数のデザインや名文が刻まれていた。ドバリエール24ポンド法、裏にへの全部大砲の最前部には、照準があり、次に大砲の名前が刻まれている。続いて、ラテン語で、 ウルティマレーシオレグムと書かれているが、これは王の最後の議論という意味であり、ルイ14世以来そう刻まれている。その下には、ルイス・チャールズ・デ・バーボン、コント・ディ・ u イユー、ドゥック・ディ・アマルの名前と、肩書、き、グランドメートル・デ・ール、アーティルーリー・でフランスがあり、王室の紋章が続く。法の中央部には法を上下する際の視点となる法耳がある。 小耳の上側には、法を持ち上げるための取っ手があるが、これはイルカ型にデザインされている。ドバリエール24ポンド法、裏にへの後部法の後部には、しばしば砲弾の重さを示す数字が刻まれており、続いて、ラテン語で、NEC プルリブスインペハー、すなわち、何人とも比較できることなしと書かれている。 製造年と製造場所模倣の後部に刻まれており、最後に鋳造者の名前と肩書きがある。汚染は、大砲のサイズが容易に見分けがつくように、顔がデザインされている。4ポンド砲は、顔のある太陽。8ポンド砲は、猿の顔。12ポンド砲は、オンドリの顔。16ポンド砲は、メデューサの顔。24ポンド砲は、バッカスの顔あるいは、ライオンの顔であった。 サラトガの戦いでのバーコイン将軍の降伏。ダニエル・モーガンがド。バリエール4ポンド砲の前に立っている。1960年代のアメリカ陸軍将兵とド。バリエール4ポンド砲ただし、砲がは、パロット砲のものであり、時代が合わないドバリエール砲は、工場戦においては優秀であることが示されたが、戦場での軌道においては成功とは言えなかった。この問題は、 法の機動性が重要な要素であったオーストリア、継承戦争、7年戦争において、特に明白になり、より軽量な大砲が必要となった。榴弾砲がなかったことも、また問題であった。多数のドバリエール砲、特に小型の4ポンド砲が、アメリカ独立戦争で使用された。砲自体はフランスから輸出され、野戦砲用の砲がアメリカで調達された。これらの砲は、 サラトガの戦いやヨークタウンの戦いで特に重要な役割を果たした。ジョージ・ワシントンは1777年5月2日付のウィリアム・ヒース将軍に対する手紙で以下のように書いている大砲と軍需品を満載したフランスの軍艦の到着は最も歓迎すべきことである。東部の州が直ちに必要とする分を除きすべての武器類を スプリングフィールドに移送したいと考えている、その方がポーツマスに置いておくよりずっと安全だ。また、議会と新聞社に対して、直ちに大砲及び他の軍需品をポーツマスから移動させるよう書き送るつもりだ。また、君には最近、マルティニコから到着した25箱分の武器をスプリングフィールドに送ってもらいたい。1777年5月2日付の ジョージ・ワシントンからウィリアム・ヒース将軍に宛てた手紙、ド・バリエール12ポンド法。1736年ジャン・マリッツが製造。径百121ミ、mm、リメートル、全長290センチメートル。17世紀から18世紀のフランスの大砲フロランジャン・ド・バリエールには、ジョセフ・フロラン・ド・バリエールという息子がおり、1747年には、砲兵学校の長官となっている。 ジョセフは父のシステムを継続することに固執した。1765年からジャンバティスト・バケット・ド・グリボーバルがフランス陸軍砲兵部隊の観察長官となり、より近代的なグリボーバルシステムの導入を開始した。これにより、フランスは19世紀における最強の砲兵システムの一つを有することができた。ありがとうございます。